疑問か。まだ大地さん、ドルトムントで香川以上に活躍できるのか。正直か、まだがドルトムント行ったら香川以上に活躍できると思う？無理ちゃうかな？さすがに香川は凄すぎたわ。ドルトムントにハマるかまだが想像できないな。無理かな。そもそもチームが香川時代ほど強くないし、年齢から見ても香川のようになるのは無理かと。そもそもプレイスタイルも微妙に違うし、ドルトムントで活躍するアジア人ってもう見たことあるし、当時の香川超えるなんて相当無理ゲーやからな。新しいものが見たいのよ。そもそもスタメンも微妙だろ。ドルトムントならほぼ確実に CL 出れるし、他のビッグクラブより出番ありそうだし、ブンデス内での移籍だし、そりゃいいんだけどね。挑戦して欲しかった感はあるよね。まあまだわからんけど、一番堅実な選択ではあるんだよ。仲間だの実力を顧みてスタメンで CL 安定して出れるクラブってドルトムントくらいしかない。その気があればドルトムントで結果出せばさらにステップアップできないこともない。ドルトムント以上に CL の出場権安定して取れるクラブなんてメガクラブしかない。メガクラブではベンチ入りも怪しい。これ以上ない選択やろ。